BTS のダンスリーダーで、いつも陽気なムードメーカー、J-HOPE。元気でダンスが上手い人という印象が強いかもしれませんが、J-HOPE の魅力はそれだけではありません。仕事に対するプロフェッショナルな姿勢や、スタッフやメンバーへの気遣い、アーミーに対する深い愛情など、知れば知るほど J-HOPE の沼にはまってしまうこと間違いなしのエピソードをご紹介します。HYBE には、ホビがいるという現場用語がある。J-HOPE は、仕事に対して、とても誠実でストイックな性格で知られています。メンバーも、J-HOPE に対して、どんな仕事も完璧にこなす、とても自分に厳しいプロフェッショナルなどとコメントすることが多いですね。メンバーの短所をカミングアウトする企画では、J-HOPE は短所がないのが短所と言われていたこともありました。そんな J-HOPE の仕事に対する姿勢は、所属事務所である HYBE のスタッフにも高く評価されているようです。BTS の弟グループ、Tomorrow by Together のメンバーであるデヒョンさんが、HYBE には J-HOPE がきっかけで生まれた現場用語が存在すると明かしました。デヒョンさんは、ある日の撮影中に、スタッフから、ホビがいると声をかけられて困惑したそうですが、スタッフによるとその言葉は、指示しなくてもテキパキ動くという意味の褒め言葉なんだそう。J-HOPE が、現場で、何でもうまくこなす様子から、そんな言葉が生まれたそうです。デヒョン君が、撮影中に、ホビがいるね、と言われたらしいんだけど、これビッヒの現場用語で、ホビがいるイコール、指示されなくともテキパキ動くってことだそう。そんな用語まで作られてるとかホビさすがすぎ。デヒョン君が、ちょうどホビと固くしてるから、今度本人に話してみるって。そんな用語が浸透するほど、スタッフの間では、J-HOPE イコール仕事が完璧という共通認識があるのは驚きですね。J-HOPE のプロフェッショナルな仕事ぶりと、スタッフからの信頼の厚さがうかがえるエピソードでした。スタッフや後輩への気遣いがすごい。どんな仕事も完璧にこなすストイックな人は、他人にも厳しいイメージがあるのではないでしょうか。しかし、J-HOPE は自分に厳しく、周囲には常に優しい気遣いを見せているようです。リーダーの RM は、J-HOPE について、スタッフへのケアなど、自分の気が回らないことをいつもやってくれて感謝していると話したことがありました。撮影などで、J-HOPE と仕事をした外部スタッフも、J-HOPE が大きな声で挨拶をしてくれて、現場が和んだとか、疲れているはずなのに、最後まで明るくてスタッフに気遣ってくれていたなど、現場での J-HOPE の立ち振る舞いについて感謝を伝えています。日本でのコンサート後には、J-HOPE がスタッフ一人一人に声をかけて回る姿も目撃されました。廊下にいるスタッフだけでなく、控え室を一部屋ずつ覗きながらみんなに挨拶しているのが素晴らしいですね。ホビに注目？どの年代の人にでも、お疲れ様でしたって。言ってるの本当に尊敬する。各部屋のスタッフにも、挨拶して回ってたり、韓国人のスタッフには、韓国語で挨拶してる。自然とハグができたり、握手できるってすごいことだよ。ホビの人柄が出てるね。身近なスタッフからは、ホビニム、ホビホビなどと気軽に呼ばれているようで、スタッフにとっても、J-HOPE は親しみやすい存在なのがわかります。ホビホビーと呼ばれて、ホビホビー行くよホビホビーと、ロボットの動きをしながら、スタッフの元へ駆け寄る J-HOPE が可愛いですね。また、J-HOPE は、スタッフだけではなく後輩にも優しい気遣いを見せているようです。ストレイキッズのリノさんは、ある番組で、J-HOPE とのこんなエピソードを明かしました。リノさんは、ストレイキッズとしてデビューする前に BTS のバックダンサーをしていたそうですが、デビュー後に偶然 BTS と会った時に J-HOPE からリノだよねと声をかけられたそう。大勢いるバックダンサーの一人であったリノさんを覚えており、しかも自ら進んで声をかけるなんてとても優しいですね。リノさんは
J-HOPE から声をかけてもらえてすごく嬉しかったと話しました。仕事で少しの間だけ関わったスタッフや後輩にも気遣いと優しさを見せる J-HOPE の人柄に感動してしまいますね。メンバーは J-HOPE に褒められたい。 J-HOPE の優しい気遣いはもちろんメンバーにも発揮されます。元気がないメンバーに声をかけたり、口数が少ないメンバーに話を振ったりしてメンバーを気遣う J-HOPE の姿をよく目にしますよね。またいつもメンバーの面倒をよく見ている様子から、アーミーからはホビオンマ、ホビお母さんと呼ばれることも。身だしなみを整えたり、ご飯を食べさせてあげたりと、いつも本当に母のようにメンバーの世話を焼いています。娘たちにリップつけてあげるホビオンマ。そのように普段はとても優しくメンバーを気遣う J-HOPE ですが、パフォーマンスのことになると表情が一変。動線を細かく確認したり、動きがずれているメンバーに指摘したりと、時に厳しく指導します。普段の明るい雰囲気とのギャップもあってか、ダンスのことになると厳しくなる J-HOPE に怖いという印象を持つアーミーもいるようです。しかしメンバーはそんな J-HOPE のダンスに対するストイックさに大きな信頼を置いているようです。トークショーレッツ BTS に出演した際に、ジョングクは J-HOPE から聞きたい言葉はダンスが本当に上手だと告白。ジョングク本人も素晴らしいダンスの才能を持っていますが、 J-HOPE からの言葉は特別なようです。すると SUGA はオンのミュージックビデオ撮影の時に、今まで見たシュガさんのダンスの中で一番だと褒められたと得意げに話します。またジミンも J-HOPE さんに褒められたら気分がいいと話し、ソロ曲の撮影中に J-HOPE に褒められたと自慢します。それを聞いたジョングクは本当に羨ましそうでした。さらにジンも J-HOPE に褒められた日は天国に行くと話しました。ダンスに関して誰よりもストイックな J-HOPE だからこそ、 J-HOPE に褒められることがメンバーの原動力になっているんですね。 BTS の振り付けを担当しているソンドク先生もあるインタビューで、自分が休む時は J-HOPE がメンバーたちを指導していると話していました。ソンドク先生は J-HOPE の練習に対する使命感を信頼しているそうです。普段の明るい立ち振る舞いや優しい気遣いで築かれた信頼関係があるからこそ、メンバーは J-HOPE からの厳しい言葉も素直に受け入れられるのかもしれませんね。 RM がリーダーを任せるなら J-HOPE と話すのも納得です。デビューする前からファンのことを考えて行動。 J-HOPE はファンであるアーミーのことを第一に考えて行動してくれるところも魅力的ですよね。アーミーのことを僕が歩けるように支えてくれるアキレス腱、とても重要な力と話す言葉からもファンへの強い思いが伝わります。ウィバースではアーミーの投稿に頻繁にコメントを返したり、忙しい中でも V ライブで配信をしたりとファンとのコミュニケーションをとても大切にしています。またメンバーの誕生日には J-HOPE のデータフォルダに保存されているメンバーの未公開写真をたくさん投稿するのが定番になっていますが、これもアーミーにとってはとても嬉しい行動ですよね。メンバーの誕生日のたびにアーミーを喜ばせようと遅い時間まで写真や動画を探してアップする J-HOPE の優しさが素敵です。そんな J-HOPE のファンを思っての行動は、デビューする前の生活にまで影響を及ぼしていたそうです。J-HOPE はアイドルとしてデビューする前から行動や交友関係にとても慎重だったそうですが、その理由はなんと将来有名になった時にファンを悲しませないようにだったんだとか。そのため友人からクラブなどに誘われても断っていたそうです。いつかステージに立って有名になるという明確な目標を持ち、さらにそれが叶った時のファンの気持ちまで考えて行動していたとは驚きです。J-HOPE はデビューしてからも
スキャンダルが全くと言っていいほどありませんが、それはファンを悲しませたくないという思いがあるからなんですね。アイドルという仕事に対しての責任感と、ファンを大切に思う J-HOPE の優しさがよくわかるエピソードでした。まとめ、いかがでしたか？今回は BTS のダンスリーダー J-HOPE について深掘りしてみました。 J-HOPE はその陽気なキャラクターに目が行きがちですが、仕事熱心なところや周囲への優しい気遣い、ファン思いな行動など、あらゆる魅力があることが分かりました。これからもそんな J-HOPE を応援していきたいですね。